はい、皆さんおはようございます。さて、今走ってるのはですね、能登里山街道ですね。今回はですね、とある古墳を見に行こうということで能登方面に向かって走っております。行き先は能登島ですね。能登島に向かって今走って行っております。まあ、とりあえず、まあ、近くまで行くまではスキップになりますかね。はい、まあ、だらだらと走って行ってる感じですね。やばい、眠たい。朝、まあ、普通に早かった上にこの道綺麗になってますよね。やっぱ舗装し直したのと2車線化によってあの道が綺麗になったんで、まあ、ロードノイズが結構、ね、減った感じなのと、やっぱこの手のね、あの一定速度でずっと走ってるパターンでも本当に眠くなりますね、これね。やばいわ。さて、西山インターでちょっと降りますか。なんか眠たくなってきたわ。下道走りたいのと、多分あんまり行っちゃうと行き過ぎちゃうんじゃないかなって気するんで、どっち行けばいいんだろう。鹿町の方行きゃいいのかな。違うな。まあ、とりあえず鹿方面に行ってみるか。さて、途中で曲がって県道3号線ですね。石川県道3号線に入って東に向かっているのかな。多分すでにちょっと行き過ぎてるような気がするんだけど、能登島大橋向かって行ってるんですけどね、一応ね。わ、太陽出てきた。シャッターチャンスやな、これ。いろいろとシャッターチャンスなんじゃないの、これ。さすがにもうクマは冬眠したかな。なんか冬眠せずに活動してるみたいなニュースも出てたりしますよね。まあ、昨日なんかも気温20度くらいあったのかな。今日も17度とかって言ってるんで、ね、ひょっとしたら冬眠に入りかけてた、まあ、ってか入ったクマも勘違いして目覚めてくるかもしれないですね、これね。ってくらいあったかいですよね。普通にこれなんか運動してたりしたら暑いくらいだと思いますけど。やばいな。この前能登島来た時もクマいたしな、見かけたしな。福田大津のインター来たしたな。なんだよ、ここまで来ればよかったのか。なんか何回来てもちょっと覚えらんねえな、なんかな。あ、結局ここ来たのか。さて、いつもの交差点ですね、 T 字路に来たんですが、今回は右曲がって能登島の方に向かいましょう。眩しい。さて、ようやく能登島大橋の入り口の交差点まで来ましたね。さあ、変なとこ渡ってんじゃねえよ、本当に。あ、能登島大橋に風速20メートル以上は通行止めになっちゃうのか。今日結構風強いけど大丈夫か。大丈夫そうだね。来ました、能登島大橋。知られた古墳なのかな、これ。
あったあった、これだ、スソエゾアナ古墳。結構大々的に案内出てるね。マニアックですね、古墳なんて行く人はマニアックですよ。あったあった、これか、 200m 先左折、ここか。歴史センターってのもあったね。うわ、なんか汚ねえな、くちゃくちゃやな、またこれ葉っぱか、葉っぱならいいんだけど、急に荒れるな。まあさすがにそんなにね、古墳なんで人がしょっちゅう行くような場所ではないですけど、まあ来るようなね、観光客も来るような場所じゃないかもしれませんが、マニアックだよな。くちゃくちゃやな、やっぱ雨降った後なんでくちゃくちゃやねこれ。あー、まあ枝は倒れてるし、うわやだな。まあそんなに極端に狭いとか走りにくいって感じではないね。まあ、どう考えても来るタイミング違うよな。うわくちゃくちゃやな。あ、これこっから先は行った形跡がないな。ここなんでこんなくちゃくちゃなんだこれ。なんか枝も、枝ってかもうでっかい木が倒れてたり、うわこれとかもすごいなこれ。行き止まりなのは分かってますよ。ちょ駐車場もあるんで、うわ、なんでもなんか嫌な感じだな。熊いねえな。よっ、こらせ。どう止めたらいいんだこれ。適当でいいかな。シフトレバーがリバースに入りました。いいのかしら。ここに、なんかラインがあるな。ここに止めるか。はい。初期、ちょっと歩きましょう。さあ、ということで、エゾ、なんたら古墳でしたっけのところにやってきました。これ歴史館ですね。はい。で、古墳まで150メートルということで書いてありますね。一応今回、いないと思いますけど、熊鈴をね、と、まあ一応、傘持って、ちょっと歩きましょう。まあいないとは思うんだけど。結構珍しい形式の古墳らしいですよ、これ。なんて言ったかな、コークリ式って言ったかな。結構珍しいらしいですね。超絶マニアック。まあ、遊歩道あり、展望台あり、案内標識あり、150メートルか。うわ、熊注意って書いてある。いつの話これ。令和2年10月。ちょっと、あれだな。もういないとは思うけど。あったかいからね。しかも誰もいないしね。まあ、用心に越したことはないので。まあちょっと熊鈴の音がうるさいかもしれないですけど。そこはご容赦いただいて。これはもうあれだな、最近はもう山だからとか人がいる、あのね、あのよくいるからとかっていう、まあ、そういう場所はもう関係ないですね。クマはね、もう普通に住宅地でもね、いるとかいますからね。今年はほんとクマのニュース
やたらあのされてましたけど、ね、他に報道することもあるんじゃねえかって言いたくなりますけど。この音が気になるんだよな、さっきからな。鳥かな。上の方から聞こえるから鳥なんだよな、多分な。なんか猛獣って感じの声じゃないもんな。こんなとこに熊出てこられたら俺逃げ場ねえぞ本当に。この音だよな。動物の声って感じでもないもんね。なんかやってんのかな。はい、エゾなんたら、なんて言ったっけな、これ読み方覚えらんね。古墳ですね。はい、エゾなんたら古墳って言ったっけな、これ。古墳の上に登らないでください。石室の中も見れるらしいですね。あー、しまった、ライト持ってるの忘れた。多分鳥じゃねえかなと思うんだよな、このポコポコいってんの。あ、一応こっちはあれだな、七尾湾方面見渡せるのか、見れるようになってるね。どうしよう、この石室の中でクマと見せたらシャレにならんな。あー、鳥がいるわ。なんだ、ホジロか、ホジロだな。石室の中、オス穴、石室ってことはこっちメスなのかな。こんな感じ、こんな感じ。はいはい、一応映ってるね。はい、映ってます。よいしょ。七尾湾の南側か。この音よ。何の音これ。こっちはメス穴って書いてあるな。ライト持ってきてないんだよな。なんかあんまり入りたくないけど、なんか光るものあるな。ね、珍しいっちゃ珍しいね。ここには書いてないのか。コウクリ式がどうたなって書いてあったんですよね。なんか工事してんのかな。
さあ、というわけで今回は能登島にある古墳にやってくるという動画でございました。まあ古墳好きの方は一見の価値あるんじゃないでしょうか。まあ一応手入れはね入ってるんで、ちゃんとねあの辺切った残骸とかもこうありますからね。ということで今回動画はこんな感じで終わろうかなと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。裾エズワナ古墳ね、裾エズワナ古墳、はい、多分こう今ねこうやって言ってはいるけど、またすぐ忘れるんだろうなこれな、はい、ほんと読めねえな感じな。